百秋武道具店の動画。ほむ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 。わかったわかったよ。そうじゃ、猿くん、よく気がついたな。剣道とは、良い先生との出会い、そして、良い本との出会いが大切なのじゃ。わしゃ、嬉しいぞ、嬉しいぞ、ああ！こんにちは、百秋ブログでぬぐです。やってますか？おー！今日は皆さんに読んでほしい本があるんです。大人の剣道上達講座、畑野俊夫先生。このタイトル、大人の剣道っていうところでグッと来た人は今すぐ Amazon でポチってください。まあ本当にいろんな方が剣道されてると思います。小学生、中学生、高校生、大学生、一般の方、おまわりさん、教員の方、刑務官の方、本当にいろんな方がいらっしゃるんですけども、この本は我々のような一般の愛好家向けに書かれた本なんです。その時点でもうすでにちょっと珍しいじゃないですか。普通剣道の本って言ったら、まあ試合に勝つみたいな、こういう小学生向けとか中学生向け、高校生向け、部活動の延長みたいな、そういうの多いと思うんだけど、大人のために書かれた本。特に注目してほしいのが、この本の書かれ方なんですよ。まあよく昔からある剣道の本っていうのはね、偉い先生がいて、その先生が、ああだ、こうだっていう、こう一方的に書いた人目線でお話が進んでいくっていうのが多いんだけど、この本は違うよ。この本はケーススタディとして、まあ何人かのね、剣道のブランクあるような方、もう我々のような方が出てきて、先生に教えてもらう。こういうね、授業スタイルなんでね、ほんと、もう自分が聞いてるかのように入っていきますよ。この本の内容を直接 YouTube で言ってしまうと、これちょっと問題あると思うんで、どういう方がどういう指導を受けてるか。まず一人目。まず指導を受ける人。M さん。小学生、中学生と剣道をし、千葉大学でも剣道部に所属。飛行機の客室乗務員として就職中、1年ほど剣道部に所属するも、結婚、出産などで中断。約18年ぶりに剣道を再開以来、1年半が経つ。再開半年後に3段に合格した。看護師をする中、週2回は稽古するように心がけている。ね、まさに社会人剣士でしょ。子供の頃やってて、ブランクあって、また再開しました。もうほんと皆さんと同じなんですよ。そして、その M さんにはどういう指導をされたかっていうのは、竹刀の握り方をもう一回見直したんですよね。そのどういう風に直したかっていうのは、またこの本買ってもらって、買ってください。すごくほんといい本。で、結果どうなったか。M さんの声。長い間、はぁーという握りをしていました。刺し面のような打ちが得意で、そのためにはこの持ち方が合ってると思ってたんです。ただ、当たった時に、ねえっていう感覚も時にはあったんです。それで悩んでたんだね。そして結局、直したことによって、しっかり打っている感覚をつかむようにできるようになってきたと思います。こういうことなんだよね。これが社会人剣士のためのやるべきことなんだよ。そして二人目の方。こちらもまた女性の方ですね。H さん。中学校の部活動で2年間剣道を経験。その後中断していたが、結婚出産を経て、ストレス発散のために剣道を再開。現在、稽古は週に2、3回継続。3段、4段はいずれも1回の受診で、5段は2回目の受診で合格したと。この H さんには何を指導されたか。それは、体重のバランスと剣先の高さなんですよ。結果どうなったか。指導された後は、今までとは違う感覚で体が前に出られるような気がして気持ちよく打てます。これまでとは何か違うと感じられればいいのじゃないでしょうかと先生からも言われてます。仕事のこともあって数年稽古から遠ざかっていたため、またゼロから始めようと思っています。それが逆に冷静な意識で稽古ができる要因かもしれませんと。次は3人目の方ですね。この男性の方です。王さん。41歳3段。高校3段まで剣道をしていたが、卒業後は剣道を中断。全く同じ。約20年ぶりに剣道を再開した。小学校の教員を務める中、週2回の稽古を続けていると。それでこの王さんには何を指導されているかというと、返し道なんですよ。大人の剣士のための返し道。読みたいでしょ？気になるでしょ？もちろん今の3人の方で終わりっていうわけじゃなくて、それがずーっと続いていくんだけど、やっぱりね、社会人、大人のための剣道講座ということで、我々のような一般の愛好家に、その生涯剣道っていうところを切り口にどういう姿勢で稽古に取り組むかとか、そういったところやっぱりね、結構詳しく書いてもらってるんで、はぁ、なるほどなぁと読んでて刺さるんだよね。いや、ほんとね、我々のような一般の愛好家のために書かれた本なんですよ。例えば、目次で言うと、正しい持ち方とか、障害剣道のためにも覚えておきたい返し道とか、社会人剣士が切り返しを学ぶ意味、社会人剣士がかかり稽古を学ぶ意味、商談審査のこと、社会人剣士が月を覚える意味。ほら、社会人剣士が求めるべきは、社会人剣士が求めるべき稽古に対する姿勢と、こういう風に、もうほんとドストレートなんですよ。これAmazon のリンク貼っときますので、ぜひ読んでみてください。これ別にね、広告でも、案件でも、なんでもないです。ステマでもなんでもないです。もう個人的にお話してるだけ。剣道はやっぱり、いい先生との出会い、いい本との出会い、これで変わります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。